派遣法改正案で、安倍政権はあさっての衆議院通過を目指します。これに対して民主党は年金情報流出問題の解明が先だとして徹底抗戦。こうした中、渡辺委員長の負傷問題が勃発するなど泥仕合の様相です。中継です。はい、首を負傷した問題について渡辺委員長が遺憾を示したのに対し、民主党側も陳謝しました。暴力行為等混乱が生じたことは誠に遺憾であります。一部我が党議員の行為で委員会運営に混乱を招いてしまい、理事として遺憾の意を表します。ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。派遣法改正案の採決をめぐって与党側は金曜日に安倍総理が参加して審議を行った上で委員会での採決を目指す考えです。ただ維新の党が採決に応じる条件にしていた同一労働同一賃金法案への対応で与党側との折り合いがつかず反発しています。一方、委員長の負傷問題で謝罪した民主党ですが、改めて採決阻止に向けて徹底抗戦の構えです。